ッドブリックよりお送りしております。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフの笛です。戻してガナッチ、勇気あるプレーです。オスワルツ、シュート！アシモウィッチ、ワン・ツー、エミール・ウペンザ、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。さあ、どちらのボールになるのか。つながればチャンス。さあ、ここからどう攻める。これはコーナーキック。さあ、チャンス到来。チャンスを伺います。シュート、これは惜しい。アシモウィッチ、コーナーです。さあ、チャンス到来。ノラ、オスワルツ、デフリーガー、ヘッドでワン・ツー、ヘッドでつないで、主審笛を吹いた。おっと、これはイエローでしょう。チェック、ザオリッチ、おっオフサイド。ちょっと飛び出しが早かったですね。デフリーガー、アシモウィッチ、壁パス、エミール・ウペンザ、これはゴールキック。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。さあ、チャンス到来。
オスマルチ、これはゴールキック。ミルモッツシュート、シメヨビッチ。味方が攻めしますよ。フォローが遅いですね。これは決めて欲しかった。ビルモッツリターン、シッゴー、エクセレントゴー。ようやく先制点が入りました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。後半15分経過。ワールド主審ファールを取りました。壁の選手が揉めているんでしょうか。チェック、エミール・ムペンゼ、ゴール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 、ダイナミックゴール。着実に点を重ねます。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ、ワンツー、選手交代が行われるのでしょうか。ドリブルで上がる、走り込んできた、おっとここからシュート、ここで選手交代です。ノラ、さあどちらのボールになるのか。ファンケルクホーフェン、合わせた。後半35分をすでに過ぎました。スペースを使う、攻撃を組み立て直す、オスワルツ、これはちょっと危険なプレーでした。壁を作ります。ガナッチ、さあこのまま攻め上がれるか。キラーパスになるのか。中に絞ってきた。ここで試合終了のホイッスル、接戦をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。